奥さん、台所のシンク周りの水垢困っていませんか？奥さん、旦那さんに内緒で俺の動画なんか見ていていいんですか？モテギカズヤ、秋田の温泉生まれの水垢洗剤モテギカズヤ。これね、ロフト東急ハンズだったかな、なんかわかんねえ、そんなところ、そういうところで買ってきたの。なんでかっていうと、名前がふざけてるから。オレンジの水道の周りが汚いの、なんとかなんねえかなと思ってる時に、このふざけた名前の洗剤を見つけたんで、なんかこれが水垢に効くらしいんだよ。温泉浴場の清掃現場で私が何度も何度も作り直して完成した究極の水垢落としです。モテギカズヤと。一遍このね、ちょっと試してみようと思う。どんなもんか。もうこれ落ちなかったらモテギカズヤのせいだからね。俺のせいじゃねえから。こいつだからこいつ。今からね、このモテギカズヤ、どないなもんやねんと力を試してみたいと思います。これがうちの水道に飛びついた水垢なの。超汚いでしょ。模様みたいにバーッとなっちゃってるっていうかさ、これが磨いても磨いても取れないの、このくすみが。周りもなんかこうね、ちょっと汚いしね、このタイルもね。使うときはゴム手袋をしてくださいって説明書に書いてあったんで、ゴム手袋するね。で、このモテギカズヤをスポンジにつけて、どれぐらい綺麗に落ちるのか実験。こすってみる。本当に水垢が取れるのか。あ、なんかキュッキュッキュッって言うよ。ほら、キュッキュッキュッって言ってきた。なんか綺麗になってきた気がする。ちょっと分かりにくいからウエスで拭いてみようか。あ、なんか綺麗になってきたね。もっとこう捨てみようか。もっとこういろんなところ、これ綺麗になったらめっちゃ嬉しいよ。割と綺麗になったかも。結構ピカピカ映るようになった。ちょっとこういう石みたいに固まってるところは厳しいけど、でもそれ以外は割とこう綺麗にピカピカ映るようになったんじゃないかな。周りもね、真っ黒だったのがだいぶ綺麗になった。こう使ってみた感想としては、水道の蛇口とかはかなり綺麗になった。周りの石の部分はまあ一応綺麗にはなったけど、そうでもないなと思ったら、ここに石は使うなって書いてあった。石は使っちゃダメだそうです。研磨剤が入ってるから、プラスチックとかそういう傷つきやすいものは使っちゃダメなんだね。水道周りとかお風呂の水周り、蛇口の周りとか浴室の鏡とか鍋とかフライパンみたいなものに使えるんだって、まあ、興味がある人はね、使ってみてください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。